どうも皆さんこんにちは。今日なんですけど、まあインスタグラムとかフェイスブックでちょっと質問もらったんで、まあそのことについてちょっと今日は答えていきたいなと思います。さてガンガンやってるんでね、ちょっとうるさいかもしれないですけど、今図書館にいてあんまり喋れないんで、まあこんな感じでやっていきたいと思います。この1年ニュージーランドの生活を振り返ってみてどうでしたかっていう質問で、この1年まあいろいろなことにまあ挑戦できたかなと思います。最後のね、多分これがワーホリになると思うんで、次から別の国行くとしたら、まあ学生ビザとか、まあワークビザとか取っていく形になると思います。で、まあこの1年はまあいろいろブラジリアン柔術とか、まあ山にも登ったりとか、まあニュージーランドのね、なんていうんですか、有名なサーフスポットとかで、まあいろいろまあサーフィンができてすごい充実した1年になったと思います。近くにねタラナキっていう山もあって登りに行ったりとか、今までできてないことができたんでね、この1年は本当に良かったと思います。次の質問なんですけど、まあ私も日本の病院で働いてます。職場で幽霊とか見たことありますか？正直見たことあるんですよね。幽霊というか、なんか幽霊っぽいやつ見た感じ。ちなみに僕の働いてた職場では結構な数のね幽霊目撃情報がありました。特にみんなが口を揃えているのがね、ザ・マン。多分日本語に訳すとね、あの男みたいな感じになると思うんですけど、そのザ・マンを目撃した人によるとね、180センチぐらいの黒い人間の影をした影がゆっくりこう歩み寄ってくるらしいです。たまに見かけるらしいです、そいつを。そのね180センチぐらいのね黒い人の影がね、ゆっくり歩み寄ってきたりね、窓からねなんか覗き込んでるらしいんですよ。あとこれまあ僕が経験したことなんですけど、まあ、患者さんがね亡くなった部屋のね、まあ、ドアが僕が通り過ぎるとガチャッとこう開いたりとか、もちろん窓とかちゃんと閉まってるんで風で開くとかそういうのじゃないんですよ。もう完全に誰かがこうガチャッてこう開けたみたいな感じの開き方で、あとよくあったのが亡くなった人の部屋のコールベルが鳴ったり、まああのほら病室に行くとなんかこう看護師さんとか介護士とか呼ぶときにこうピーって鳴らすやつあるじゃないですか。あれがね勝手に鳴ったりとかするんですよ、亡くなった人の部屋とかから。そう、ちなみにねこのコールベルが鳴ったりねするやつはね、他の人も結構経験してます、僕以外の人も。だからまあまあ結構普通に亡くなった人の部屋とかで、ね、音がしたりとか結構ありました。そういうの。シェアハウスってどんな感じですかっていう質問。まあ僕の意見ではね、シェアハウスはね運が良かったらいい人と住めます。で、安さを追求しすぎるとろくでもないやつと住まないといけなくなるパターンが多いです。ちなみに今回ね1週間に150ドルのまあシェアハウス入ったんですよ。でもまあ案の定、まあ、ハウスオーナーはアル中で払ってはね僕のところ来て、そう言ってくるんですよ。東南アジアに行って16歳ぐらいの処女の女の子と結婚する、毎日言ってきてたの。やばいなこの人ってずっと思いながら住んでましたね、7ヶ月ぐらい。そう、ちなみにね、まあ、僕がオーストラリアで大学行ってた時にその住んでた家なんですけど、1週間に130ドル、キッチンシャワートイレ全部ついて1週間に130ドルで住んでたんですよ。めっちゃ多分安いんですよね。そので、まあもちろんちょっと問題がそこにはあって、なんかまあ一番最初にこう大家さんと話した時に、この家はこういう感じですみたいな、こうなんかパンフレットみたいなの見せてくれたんですよ。パンフレットというか、まあ写真ですよ。で、まあ全体的にすごい綺麗だったんで、その写真は全然いいじゃないですかみたいな感じでね、行ったら何がもう冷蔵庫とかカビもつれで、その冷蔵庫の写真撮ってね、まあとりあえず送ったんですよ、その大家さん。それだったらその担当の人からメールが来て、ちょっとずっとなんか閉まってたんで、ずっと使われてなかったんでカビが生えてるだけだからちゃんと拭いてあげたら使えるからみたいな感じでメール来たんですよ。で、まあ結局それはまあ不意でね、そこの家に5ヶ月住んだんですよ。カビがすごすぎて、家の中の5ヶ月ぐらいでね肺炎にかかってね、最後まあ咳をしたら血がねべったりティッシュにつくみたいな、最後の方はそんな感じになってました。本当にあの家でね死にかけました。安さを求めすぎると良くないです。ニュージーランドの格闘技ジムはどんな感じですかっていう質問です。 2,3 カ所ジム行ったんですよ、ニュージーランドで。その格闘技ジムって言われるようなところ、まあどこのジムに行っても結構フレンドリーで、自分のレベルに合わせてちゃんと教えてくれるんで、なんか初回から激しいスパーリングみたいなやつはないです、なかったですね。慣れてきて、まあ、スパーリングする時とかも、まあ、基本的に外国の方の方が、まあ、僕より体重が、まあ、20キロからまあ40キロぐらい、重い人だったらなんか60キロぐらい体重差があったんで、ね、そういう時はね結構大変ですよね、スパーリングするの。まあ、こっち基本的に週払いなんですけど、まあ、会費とか1週間だいたい30ドルぐらいで、まあ、日本円に換算すると、まあ、2100円とか1ヶ月あたりでね、だいたい8400円ぐらい、まあ、会費を払う感じになります。外国に行ったらどうやって友達を作ればいいですかっていう質問。まあ僕は友達はね、職場かジムか Tinder っていう、まあ、出会い系サイトがあるんですけど、まあそれで作ります。
Tinder だったら、まあ、友達以上の関係が作れる可能性があります。介護士をやるのに必要な資格はありますか？まあ必要な資格はね、人の汚物が触れて、まあ、気持ちがそこそこ強かったら大丈夫だと思います。仕事をしながらこの次の資格を取る手段もありますので、資格が全くなくても介護士はかなり簡単に、まあかなりというか全然できます。また介護士をやってみたいと思いますか？まあ正直全然思わないですね。介護士やりたいなんて、もうだいぶこの1年でちょっとえぐられました、メンタル。まあ精神的にちょっときたというか、まあ本当にめんどくさいね、患者さん世話する時なんて、まあ僕のその配った食器とか食事とか、その人のまあ汚物なんですけど、まあうんことかね、まあその汚れたおしめとかをね投げてきたりする患者さんとかも結構いたんで、そういうのがまあ結構続いて、まあまあメンタルえぐられたっていう感じになりました。でまあ介護士やってよかったことはありますかっていう質問なんですけど、人の死にね触れられたことが良かったかなって思います。まあ人が死ぬ最後の時にまあ付き添うような仕事、まあそういう人たちを世話するような仕事なんでね、日常生活では見れないことがね、まあ見れたっていうのがまあすごい新鮮でした。であとまあ慣れてきたらね、まあ亡くなった方とかもまあまた亡くなったなっていうぐらい快適なまあ感じになってきて、人が死んだからまあ服拭いて、まあ葬儀屋さんが来る準備するみたいなぐらいの気持ちになってくるんで、自分の気持ちの変化に気づけたかなっていうのはありましたね今回。まあ次の質問なんですけど、ニュージーランドはワークビザ取るの簡単ですか？かなり簡単だと思いました。人並みにまあ仕事ができて、まあ遅刻とかね、仮病とかね、変なことしない限りね、まあ多分すぐにワークビザ出してくれると思います。介護士求めてますニュージーランドで。あと、まあ、ニュージーランドの仕事職場の特徴、ニュージーランドに関わらず、まあ、オーストラリアとかでもあるんですけど、まあね、金曜日の昼ぐらいから体調が悪くなる人が多いです。金曜日のね昼ぐらいからね、やっぱ皆さんホームパーティー行きたくなっちゃうらしくて、でまあ大体ちょっとまあ気分悪くなって、ね、熱が出たとかいろいろな言い訳をして職場に連絡がかかってきます。どこの職場もそんなにせかせかしてなかったです。お寿司屋さんで働いてたんですよ、中国人で。最初の1ヶ月間1ヶ月間やった後に介護士やりだして、まあ、7ヶ月ぐらい介護士やってましたね。どっちの職場もね全然せかせかしてなかった。ニュージーランドは何いいですかっていう質問、僕はオーストラリアに7年ぐらい住んでて、まあオーストラリアと日本とニュージーランドで波を比べた場合、断然に僕はニュージーランドの波がいいと思います。波良くて人がめっちゃ少ないんで、とりあえずね人が少ない、まあ、ニュージーランドって言ってもタラナキのビーチブレイクはまあ微妙。ポイントの方行ったらね、本当にもう1本乗ったらね、もうひたすらパドルして戻っていかないといけないポイントとかもあるんで、かなりロングライドなポイントは多いです。ちなみに波はね全く掘れないですね、ニュープリマスは。であとニュージーランドの人ってどんな人っていう、まあ、質問なんですけど、まあ、基本的にかなり優しい人が多いです。ニュージーランド人はね基本的に優しくて緩いで、まあ、あと結構親切な人多いですね、まあ、僕はそういうのも含めて、まあ、オーストラリアの人、まあ、オーストラリアよりニュージーランドの方が合ってるかなって思いました。自分にはおすすめのサーフスポットはどこですか質問、まあ、僕の今住んでるところはねニュープリマスっていう町なんですね。そこからまあ30分ぐらい南に下っていくと、まあ、本当にいろいろポイントがあって、もちろ なんかリーフのポイントなんでちゃんと割れてきます。まあ、本当に人も少ないところに行けばね本当に少なくて、日本からニュージーランドにサーフィンしに来ようと思ってる方、ぜひね、ちょっと厚めの板でサーフィンした方がいいですね。このニュープリマスの方はなぜかっていうと、1回乗ったらもうとりあえず長いんですよ、もうそのピークまで戻るのが。パドルが楽な板だったらもうピークまで戻りやすいんで、ちょっと厚めの板持ってきたらよかったなってちょっと後悔してますね。物価は高いですかっていう質問、オーストラリアよりさらに高いと思います、ニュージーの方が。まあ、例えばガソリンがね1リッターあたりね、ロックダウンの前に、まあ2ドル10セント、まあ、食品とかもねオーストラリアに比べたら、まあ、結構割高だと思います。まあ、ちなみにね最低賃金は2020年4月から18ドル90セントになりました。まあ、現在の日本円レート1316円。あとニュージーランドびっくりしたことはありますかっていう質問、職場が一緒のニュージーランド人の女の子の家にまあ泊まってたんですよ。そのお酒とか飲んだりとかして、たまたまその人の引き出しをね開けちゃったんですね僕が。それやったら18センチぐらいの巨大なオナニー用のパイプが7本ぐらい入ってて、でまあしかもその中にはねこうなんかこう遠隔操作できるようななんかルーターとかも入ってたんで、さらにびっくり、人の引き出しを開けて、この女の人はまあ見る目がもうガラッと変わっちゃって、まあ一瞬職場とかでもねその人ちょっとこう落ち着きない時とかあるんですよ。本当に遠隔操作用のやつをぶち込まれとるんかなって。